せーの恋し、恋愛節こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と、あ、記事恋愛の先生。<laughs> さらに <laughs> 不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。<laughs> 最後までお付き合いください <laughs> なんですけど、はいはい、ちょっと最近忙しすぎて <laughs> あの <laughs> 番組。 を考えてる時間がないんすよね。ね今日もあの結局何時ぐらいまででした？うん、もうギリギリぐらいまで一応仕事してましたよね。ねコーナーのシチュエーションも考えてないし、うん、まあ一応コーナーのシチュエーションはざっくり一応考えてはいるんですけど、回答も全然考えてないっていう中で今喋ってるんですけど、うん。はいうーん <laughs> なんかといって仕事断るとラジオできなくなりますからね。それは嫌なんで <laughs> とりあえず仕事もやりながらラジオも頑張っていこうかなと思うんですけど。はいはい 一応んかコーナーあんまり考えてないからちょっとオープニングで稼ごうかな感を出してるんですね今んか喋ることないですかかなりこのがみ出てますやっつけではないですよやっつけではないですけどちょっとオープニングでちょっと楽しい話をできればなみたいなねそう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 いう感じでやりたいなと思ってあそうそうでえっと先週の土曜日に FM コ佐さんの玉木パーティー 2019に我々恋愛節3名で参加してきました。でそれをちょっと感想をあの頭文字でお願いします。まただね。はい。しかも久しぶりだね。喋ることなくてよ。はいどうぞ。はい。F で。F で。はいじゃあこの F なんですかね。 ファインファインはいじゃあえっとでえっと一応あのファインじゃないファンだファンゃないあの間違った一応んかねこの玉置パーティーはちょっと恋愛節と違ってなんだろうなちょっと感じが違うっていうかどっちかといえば恋愛節って恋愛節っていう番組名付いてる割には恋愛語ってないよねだねねねそんよでまも玉置パーティーは若干ちょっと恋愛についても語っててでまあ 先週のやつも LINE についてちょっといろいろコメントして最後のコーナーの部分で自分がふなっしーぶっ込んで、はいあのー、ツイキャスからなんかクレームが、まあ、ありがたいおしっかりのあ,ありがとうございますっていう感じなんですけど <laughs>、まあ、あの時一瞬へこんだんですけど <laughs> 今も治ってるんでまたふなっしーまたぶっ込むんでもう今ツイキャスやつはみんな「またやめて」って入ってたんですよ。<laughs> <laughs> ミュートするよってまた入ってたんですよ<笑><笑>ミュートはしないで <laughs> 音で聞くものがラジオだからね <laughs> それダメだよじゃあ、はいえっと、こんな感じなんですけどオープニングは一応、はい、もうオープニングは大丈夫これだはいえこんな感じで <laughs> あ自分ですか<う> <laughs> なんかアルタマキパーティーに関するなんか、うん、あのネタネタじゃないけど一番、まあ、<タ>感想っていうかね、うん そういうのを、F じゃなくてね、うん、他に言葉でできるんだたまた頭文字いえいえいえ、二 <laughs> <い> <laughs> 回はいらんわ <laughs> いやなんかね、言葉で表現できるのがあればちょっとこの時間を使ってどうぞっていう、うん、そうだね、それは前回、はい、あのコーラ、たまきパーティーで言ってたけど、うん、今度こそはちゃんと考えるのをフラッシーフラッシー <laughs> フラッシーさんあれでしょ、今度はちゃんと考えてきますって言ってたでしああそう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 、だから <laughs> 来月12月はちょっと妄想コーナーはしっかりとしたやつを考えて、うん、でまあここからちょっと恋愛話を。 やっていこうかなと思うんだけど。失礼します。あのふざけたブス王とかじゃないの？もうもうあんな感じだね。ああんな感じ。うん。それはやめて。ただ一応なんかあれだよね。あの呼んでくれてるコハルさんのテンション次第だよね。なんかあのちょっと感じが暗かったらまたね。ぶっこもかな。そうそうそう。適当な笑いを盛り込もうかなみたいなね。じゃあ二パターン作らんといけない。俺難儀だな。俺が難儀するな。自分で難儀してるな。まあまあ一応そんな感じでね。一応たまきパーティーはやっていく。 であとちょっと我々の番組の告知なんですけど12月にスペシャル2時間で「8時だよ全員集合」みたいな感じでちょっと騒ごうぜっていうスペシャルを今企画しております。そうなんですすかかそうなんってで一応んとなく構成自体は頭の中で描けてて。前回の スペシャルと同じメンバーで、はい、まあできたら行きたいなと思っているんで、うん。まあそこら辺今からアポ取って、やっていこうかなと思ってます、はい。もうじゃあキャンさんからアポ取らないといけないね。そうですね。<laughs> ステファニーでした <laughs>、はい。まあそこら辺もなんかちょっとぶっこみながらね。<laughs> またスペシャルで2時間なんで、はい。まあ前回よりかも、ちょっとあの恋愛について、もうちょっと深く。喋れるような、あの構成を今回考えております。はい、はい、なので。 うんまあなんか約束があっても断って聞いてねみたいな、うん、そんな感じですね <laughs> この日だけはそうそう <laughs> この日だけはね <laughs> はいじゃあ行きましょうね <laughs> えっと番組の紹介をしていきますはい,はい,はいえこの番組は毎週土曜四時半から五時までの三十分番組です <はい S 1> 実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください。 番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います、はい、もし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m まで送ってちょうだいそれでは CM でーす の時代長浜モーター鈴木の新型ソリオーカー長浜モーターギノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター恋愛ブシあ恋したい店長いいラジオ番組がありますよどんな番組かな <laughs> 陽気なおじさん二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝わらない <laughs> 礼拝節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いて宜野湾ヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー恋の妄想ー長い <laughs> 長いあの頭きパーティーでも言われたでしょ長いって足 <laughs> ポーチョするあ <laughs> 押してよちょっとなんで押してよはいじゃあえっとコーナーの説明説明というかまあ内容を紹介していきますはいこのコーナーは 恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々2人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります、はい <laughs> はいやっぱ、ねはいだはい、そうだよな、ね、これなんか開演かもうそろそろ <laughs> そうだね俺もそろそろ考えないといけないね <laughs> そろそろな <laughs> <laughs> はいじゃゲイがないかなって思うこれで何話分やってるのって話だよね <laughs> <laughs> あで今回ねね二十回目ですよね <laughs>、うん、そ,うそうだね <laughs>、はい、オープニングで喋ってないけどね記念 <laughs> <laughs> すべき回でぶっこまんと <laughs> これオープニングで言うべきだったね, <laughs> だね今だから <laughs> 話の流れでパッてよぎったんだけどねおめでとうございますありがとうございますで「俺か!?」まあいいやえっとで一応20回目でちょっと手抜きではないんですけど時間がちょっと足りなくてちょっと薄々な感じなんですけどそれも先生と店長だなみたいな感じでね聞いてもらえればいいかなと思います温かい目でねんかこれがねもう多分先生店長ってこういう人物だろうなっていうのはある程度出来上がってきてるはずなんです 適当だなってそうなんだよ適当だなっていうねそれが出来上がってきてるはずなんでまあだからそこら辺も別にそんなに違和感ないかなみたいなねはいえっとで今週のお題なんですけどえっと先週何だったか覚えてます先週はグラスですねあーグラスでしたねそうでしたねまさかの自分破れましたからねグラスまああの後あれですけどねなんか まあいいやどうでもいいやえっと <laughs> 何も考えてないよりで適当に喋るなっていうのは <laughs> 今なんか頭の中で適当に喋ってみてい,い,い,いっぱい喋って<笑><笑>大丈夫でえっと今週のお題なんですけど、はい、今週のお題は、はい、彼女と願い事にしました、うん、でュエ、はい、ーションを読んでいきます、はいえー、前回中止になったリゾートホテル計画を彼女の方からお誘いがありました、うん、僕の返事はもちろん はい喜んでと答えました、まあ、こんな感情ないの <laughs> はい喜んで <laughs> これでよろしいですか <laughs> はいありがとうございます <laughs>、はい、そのま読みますよはい、はい、当日食材を二人で選び買い物を済ませてホテルへ向かいましたホテルでは最初は彼女がやや緊張しているせいかややぎこちない二人ですが徐々に彼女の緊張も解け、はい、良い雰囲気で 夜食を済まませることができました、うん、その後彼女から「ねえ外に散歩行かない?」と誘われ二人は手をつないで散歩に行きましたすると彼女が「この鐘は恋人と恋人と同じ願いをして鐘を鳴らすと願いが叶うぜ」って書いてあるから <laughs> ちょっとちょっとあれだね <laughs> <laughs> 読みにくいね <laughs> 読みにくい <laughs> 一緒に鐘鳴らそうと言われました、はい じゃあ、せーので鐘鳴らすよ、と、まあ、これ彼女のセリフね。はい。せあ、じゃあ、せーので鐘鳴らすよ。では、あなたはどんな願い事をしますか。うん、また、彼女と同じ願いが。同じ願い事をできますか。ちょっと文章おかしなさいな、最後な。間違ってるな。<laughs> はい、で、はい、ねえっと、うん、今回、はい、えっと、ヒロイン石坂さんに無理やり発信してもらうところが。はい、じゃあ、せーので鐘鳴らすよ。 <あ>を言ってもらって、あ、これ鳴らした瞬間の。あ、違うか。これ、頭の中で、自分の中で思ってることだよね。うん、あ、違う、違う。あか、彼女のセリフだからもう。まあ、うん、これ、あ、自分なんか答えるのよ。 店長と先生がそうそうそう間違ってたてら心の中の声を棒読みでマイクを通して表現してくださいみたいなね口で喋っても心の中でも棒読みなんだな基本棒読みがたいだからねはいそれでいきたいんですけどあちょっと待ってくださいね自分あのあれ今日時間なくてから移動中の車の中で考えたんですよねセリフを。 ダメだねこんなことしたらね <laughs> はい、はい、えー、っとじゃあはい、えー、できましたじゃあすいません石坂さんいつも通り、はい、あの、はい、お願いしてもらしいですかはいよろしくお願いしますじゃあせーので鐘を鳴らすよ雪が綺麗と笑うのは君がいい 二人の関係がずっと続きますようにお星さま笑以上です <laughs> <laughs> ちょっと考えてないからふざけたしこれパクってるでしょ <laughs> な,んなんかパクってるなんかどっかバックナンバーっていうバンドの曲に聞いたことがあるような気がするけど <laughs> <laughs> このキーワードからパクってるんですけど王子様はあのちょっとあるラジオ番組の女性パーソナリティが使ってた言葉でそれをパクってきたのとあと「雪がきれいと笑うのは君がいい」はこれはバックナンバーのヒロインからパクってきました <laughs>、うん、ですよねはいそうですね <laughs> なんか聞いたことあるなと思ってやっぱでも何か何やるにもやっぱ好きな人に笑ってほしいよねっていう意味でまあこの「 なんていうかなこのフレーズを盗ん、はい、盗んできたっていうかまあ、うん、リスペクトの元、はい、あの使いましたみたいなね<ー>そんな感じですはいこれは彼女と同じ願い事なの <laughs> <laughs> じゃなんかあのー、彼女にもそう思っててほしいなって <laughs> <ー>なんか楽しいことも。うん どんな時も2人で笑っていこうねみたいなそういう風うなのであってほしいなみたいな感じで <laughs> まあでもどっちかといえばあれだよね彼女に合わすっていうよりかは、はいうん、自分の思いをそのまま今日ぶっこんだ<う>みたいな感があるね。 で最後にちょっと内容が薄いから、お星さまっていうところを、感情込めて、読みましたみたいなね。はい。店長から以上です。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。なん俺も帰っていいの?。はい、じゃあ、えっと、戻って、次は先生の方に。あの、読んでもらうんですけど。じゃあ、石坂さん、すみません。先ほどのセリフをもう一度お願いします。はい。じゃあ、せーので、鐘を鳴らすよ。 願いは彼女が今願っていることが叶うこともしこの鐘が彼女の願いを叶えてくれなくても僕は彼女の願いを叶えます以上です <laughs> これいいよね <laughs> 俺なんかこれ移動中ね <laughs> あの先生が言ってて、はい、あなんかこれいいなと思ったんですけど。<laughs> <laughs> いいですよ補足語ってどうぞ今日はもう完璧だと思います今回シチュエーションであなたどんな願い事をしますかっていうのと彼女に合わせるといけないっていうのにちょっとかくなるかなと思って逆にぶっ壊そうかなと思ってでもんかあれだよね彼女をちゃんと優先に考えたセリフだよねそうそうそうとってもいいと思いますこのセリフこれちょっとメモってちょうだいね後でインでろうね またあのあれだよねあの戻してからあどこにあったかなって考えるのがめんどくさいでしょあ探すのがめんどくさいでしょよく喋るね一応<あー> <laughs> 車の中めっちゃテンションいくかって今日お疲りきってたからね珍しく2人とはあんまり喋らんかったそう車の道中全然喋らんかったもんね久しぶりにねわち,わちゃ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 してるんだけどね車の中だけあるだよねなんかあのデパートの中みたいだよね <laughs> 俺らの2人ね,ね 2> あはいえー、っとで補足は他にあります今もう評価に入りますよ 一応最後の部分がちょっとあれかなと思って、まあ、彼女もし今願い事を彼女がしてるのをこの金が叶えなくても自分が叶えてあげるよっていうこれいいよねのが重いかなっていう。うん 以上でーす。はい。じゃあ, <laughs> じゃあ今日ちょっと薄々なんで、はい、えっと早速あのヒロインい三坂さんの方に評価をしていただきたいんですけど。すいません。<laughs> あのいろいろとね、記念すべき二十回でまさかの <laughs> あの記念すべき十回はあんなに気合い入れたのに、ね、<laughs> 自分彼女ってうるせえわってな。まあ今い,いいですよ。二十回なんで、はい。えっとじゃあドラムロールの確認は、はい、大丈夫ですか。 じゃあならしています、はい、じゃあジャちょっとびっくりなんですけどお,ただお星様はいらない。 <laughs> 今日負ける気前提だったんで最後はちょっと笑いを狙ったっていう部分があるんですけど何なんか,なんか,あなんかこのなんだろう恋人と同じ願いをして金を鳴らすとって言ってるからやっぱりなんかそういうなんだろう一緒に笑って。 でいたいなみたいなやつがしっくりきたかちゃんと願いとして,て、はい、この願い事が叶いますように、うん、みたいな <laughs> <laughs>、うん、逆を言ったんだけどな <laughs>、うん、自分の願いって言うよりもこの今隣で願ってる人の願いが叶うことが自分の願いだよっていう意味で <laughs> なんだけど、逆に、すばらか。ちょっと、びっくりして、あの、動揺してるんだけど店長ね。俺も申し訳ないけど、今日買ったかなと思って。だからね、さあ、めっちゃ熱くなってきたな。実際、石坂さん、なんか、そういう、なんだろう、こういう、なんか、願いをすると。叶うよっていうところに、なんか、好きな人と、行ったことってあります。例えば、なんか。 岩とかでもな,でなんかいろいろあるよねいいろいろ沖縄でもちょこちょこあるじゃないですか私はないんですけど、はい、私の友達がそれこそ、はい、あるホテルのそれこそなんかこういうちょっとパワースポットみたいなのがあって、はい、そこに行ってプロポーズされたって言ってました<ー>おお、すごいなんかロマンティックだねそ,そんなことあるんだって<ー>でそのホテルにそういうスポットがあるのもその時初めて知ったんですけど<ー>で,もあでもそういう こともあるんだと思いましたうああそうなんですかじゃあプロポーズされたってことは無事に結婚されたんですかね はい今婚約の状態ちょっとこれはごめんなさいでも面白かったけどんかでもやっぱり人の幸せ聞いてると「おお」しか言えないななんでだろうなそうだね順調にまあいい感じでいっちゃったんですけどなんか実際だからそういうのがあって本当にそのシチュエーションで好きな人と行ってそれが本当に叶うのかなっていうのはやってみたくね俺もないからそれ。 ないかなななないなないんだよね、うん、だからなんかねんかよくねあるさね、うん、これを一緒に見ると願いが叶うよとか、はいうん、多分このチャペルのやつチャペルっていうかこの鐘のやつも、うん、多分どっかにあるんだよねこういった似たようなのがね。うんうんうん なんかありそうだよね。でなんか内地のなんかこのお寺とかもなんかカップルで行くと結ばれますよ、うん、縁結びの寺みたいな,なんお財神投げてちょうど石の上に乗るととかあ<ー>そう,いうのあ、ね、そう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 。あ<ー>そういうのところどころにあるから、うん、実際ちょっとやってみたいなと思うんですけど、うん、やってきてくれません？ あ自分がですか <laughs> 今から一人で <laughs> 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 っていうのをちょっと気になって <laughs> なんか泣きながら願い事言ってるじゃん <laughs> <laughs> こんな雨降ってる夜 <laughs> 一人で <laughs>。<laughs> っていうのをちょっと思って <laughs> なんか実際どうなんだろうっていう,うまあ、ね、この番組ね一応ね沖縄でも結構ある そういう場所、あると思うよ。知らんだけかな。実際、あ、なったね。じゃ、えっと、締めましょうか。えっと、じゃ、コーナー締めましょうね。すみません、二十回なんですけど、申し訳ないんですけど。 えっと、今日自分負ける前提で来てて、はい、で曲実際考えてないんですね、はい、でここは先生前回譲っていただいたんで <laughs> やり返されるわけ今回譲りましょうかねちょっと自分プラ,プライド傷ついたんですよあの時あ<ー>負けたのに<ー>なぜか知らんけど店長が歌をチョイスしてるみたいなねじゃさらに終わっていって、はい、じゃ今日はバックナンバーで僕の名前を「 はい、エンディングです。ちょっと変えてみました。えっとちょっとまあ20回だからね。ちょっとね。漢字も変えないとなっていうね。なんかいつものね。そろそろ時間も迫ってきたっていう。今回時間も迫ってなかったし、なんかゆっくり泳いでた感があったから、それはちょっと端折りました。はい、エンディングです。じゃあいきます。えっと来週のお題なんですけど、まあ実際えっと1日ね。ホテルで彼女と楽しんで。 でまあ、10時にチェックアウトで、うん、早く彼女にもう早くあんた起きて,て」<laughs> く「行くよ行くよ」って言いながらチェックアウトしながら <laughs> その後のデートプランですねはい、はい、それをちょっとじっくり練ってきてほしいなっていうで、はい、あのー、もう季節ももう11月ももう終わりますので、うん、ちょっとクリスマスをただう漂うような感じな,<ー>なんていうかなーデートプラン。 冬の昼間のデートどこ行くみたいなね店長がぶっ込んだらダンサーのこれは伏線だったのそう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 たまそう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 っうそ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 うっうそ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 そ 朝ホテルを出てその後の話だよ、ねうん。その後の話<ー>でその夜は何時に眠ったのそっち逆に <laughs>、うん、あ夜から話すのかあいやあのねあ<ー>その後の話はの来週回答でね10時に歯磨いてみたいなああやらいけんから11時 <laughs> 眠ってみたいなそうそう,そう <laughs> 何時に眠ったの だから今言ったよね,11ねははは、十一時。何回歯磨いたの?。<laughs> なんか一回だよね。何飯食ったの?。<laughs> 何飯食ったの?。俺、これデートプランなの? <laughs>。<laughs> <laughs> ただの俺の妄想じゃないの <laughs> <laughs>。はいはい、<laughs> はい、さようなら。